はい、皆様こんにちは。今日ですね、私56の誕生日を迎えることができました。そしてうちの超常連のお客様からですね、誕生日プレゼントに、じゃんじゃじゃーん、これちょっと暗くて見えませんが、あれです、開けますね、このですね、大山の夢響き、大山の夢響きのこの梅酒を誕生日プレゼントでいただきました。ありがとうございます。このうなをね、大山か、梅有名なんですけど、このね、夢響きのこの3年熟成のやつですね、この梅酒をいただきたいと思います。わあ、これ美味しそうですね。夢響き、これ原酒って書いてますね。これ度数が、ちょっと見ましょうか、度数が、度数が、あ、度数は、20% ですね。はい、九州ののね、これは九州、字が見えんな、九州有数の梅産地、大分県大山町の梅作りにね、もう有名なとこです。最適と言われているね、このかー梅酒をいただきますね。え、こうして、これは熟成させること3年ですよ。おー、安心安全な無添加の濃厚な梅酒、梅原酒を完成します。あ、すいません、ちょっともう老眼でしか字が見えないんですけど、これをちょっと誕生日のお祝いにいただきましたので、いただきたいと思います。はい、ちょっと開けます。毎回開けるのがやっぱ好きなんですよね。はい、はい、カタ、おー、いい音か。そしてこのうちのアンティークのグラスで注ぎます。おおおおお、入った。ちょっと先にね、このアルコールが飛ばないように、このまず蓋をしっかりと閉めます。閉めて、しまった。そして、はい、一人乾杯。それではいただきます。香りを、あ、もう梅の香りすごい。体に良さそう。はい、これうまい。はい、うわー、やっぱなんか梅って体にいいっすね。あー、これは美味しい。これロックでもいいし、あとはソーダ割りとかもいいかもしれませんね。はい、美味しいです。もういつもね、常連のね、TS さん、ありがとうございます。いただいております。誕生日プレゼントありがとうございます。超うまい。はい、それではそれのちょっとね、今日誕生日プレゼントいただきましたので、この大山の夢響きの梅酒のちょっと梅酒を飲んでみました。はい、皆さん、いつも質問ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ベコッ。マイカーラザホや。